10年後を予測する方が3年後を予測するよりもむしろ簡単なことを言ってるんです、そんなバカな。儲かる人になる方法なりたいわ。教えてもらえるんですか、はい、それ私が投資した中で成功した会社の一つでいうとドン・キホーテ、今ね100倍ぐらいになっているんですけど、短期的でも損したくない、長期でもめちゃくちゃ儲けたい、これがちっちゃいのを狙うんです。勝つか負けるかじゃないです、勝つか学ぶかなんです。これはでかい。学校の先生から言われてきたことの逆をやんなきゃいけないんです。多くの人の言うことを聞きなさい、投資はそれが全く向かない。へ、株式市場で儲ける絶対的な方法があるんです。絶対的な方法。そんなわけないでしょ。マネースキルセット、資産運用、ヒューイゴー。まあ、資産運用に関してね、これまでこうマネースキルセットいろいろやってきましたけども、改めていかがですか、インプットかなり増えていると思いますけど。そうですね、ちょっとまだ前回の不動産の傷が癒えてないんですかなりね、現実を突きつけられた感じがありましたからね、で今回はちょっとですから、回重ねてきましたし、いろんなジャンルのお話してきたので、原点に立ち返ろうと。いいですね、思いまして。やっぱテンション上がる話聞きたいですね。そうなんですよ、ちょっと、超大物投資家を呼んでます。マジっすか、ゲストお呼びしましょう。この方です、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に私の方からプロフィールをご紹介しますが、運用資産残高実に 1.2 兆円のカリスマファンドマネージャーということで、これまでのキャリアもですね、ピカピカでして、早稲田大学法学部卒業後は野村投資顧問や JP モルガン、ゴールドマンサックスのアセットマネジメントにてファンドマネージャーを歴任した後、2003年にレオスキャピタルワークスを創業されました、で投資信託ひふみシリーズ最高投資責任者でありまして、2023年ですから今年の4月に上場を果たすということです。運営する YouTube チャンネルのお金の学び場ですけども、金融業界1位の登録者数22万人を突破されているということで、このチャンネルも大変人気であるということですね。すごいですね、1.2 兆円のこの運用っていうのもすごくないですか。でも一番最初ひふみを始めた時は1億2000万円だったんです。ファンドとしてはむしろ極小で、日本のファンドの中で多分一番ちっちゃかったと思います。それが10年以上かけてお客様が増えていったことによって日本のファンドの中で最大になったってことですから、多分最初から最大までいったっていうところが大きいですね。それはやはりその目利きみたいなところも含めて評価されていったということなんですか。そうですね、今お客様の数が126万人いるんですよ、126万人ということは100人に1人が、僕らのお客様なんですよ、国民のすげえ、ちなみに今、凛太郎さんもだから積み立て NISA とか、だからもうこの投資信託購入したりしてるわけですよね、それはなんとなく自分何買ってるっていうのは理解してる。なんとなくですけどね。このレベルですから、いや大丈夫です、もう積み立てNISAに投資をしているというだけで、国民の中のもう上 10% くらいになってる。やっぱり積み立てNISAだいぶ広がってきてるんだけど、まだ1、2割、2割も達してないんですよね。そういう面で見れば、積み立てNISAに投資をしているというだけで、いや僕はもう上位 10% だくらいのレベルだと思います。日本って世界の中でも投資のことが大嫌いな民族なんですね。だから投資好きな人はほとんどいないってことですよね。そうなんです、世界の中で言うと投資っていう言葉のイメージはって聞くとアメリカでも中国でもフランスでもドイツでもインドでも、ワクワクするとか儲かりそうだとか楽しいとか人生に必要なものというポジティブな言葉が10ぐらい続くんですよ、どの国でも、日本だけ1位損する、2位難しい、3番金持ちのものとかいうのがずらずらずらっと続くんですよ。だから日本は世界の中でも稀に見る投資嫌いの国なんですね。だからそこをね、私たちもこう番組を通してちゃんとした正しい知識をつけて、大事なことされてますよね。ということで今日実際藤野さん
教えていただけるテーマっていうのは何になりますでしょうか。今日はですね、はい、3つありまして、はい、1つは先の先を読む思考法、考え方です、うん、それから伸びる会社、伸びない会社の法則です。3番目には多分これ聞きたいじゃないかなと思います、うん、はい、儲かる人になる方法、ということですね。なりたいわ。教えてもらえるんですか、はい、それこれ慣れます。はい、慣れます。損しかしてきてないんだけど、そっち側に行かせてください。行かせてください、はい、もういい加減行きたいですもん、はい、ずっとなんですよね、逆なんですよね。すごいな。でも本当に貴重なお話だと思うんですけど、はい、これ分かった時にゴール何になりますか。ゴールはですね、はい、こういうことですね。今日本でこの投資が嫌いだっていうような大きな理由っていうのは、デフレの環境の中に頭が慣れているということなんです。これを僕はデフレ脳って言ってます。投資は成功しないとか、物は下がり続けるとか、このデフレ脳をまあいい意味でインフレ脳に変えていくというのが今回の大きなゴールになります。そうですか。デフレ脳、物は下がる、それから投資は失敗する、人生はうまくいかないとか、すごくネガティブな考え方をインフレ脳に変える。今ちょうどデフレ脳になってたんですよ。そうなんですよそうなんですよ。この番組のせいと言っても過言ではないですよこれだからその、まあ、ポジティブシンキングじゃないですけど、もう考え方、はい、マインドセットも変わるっていうことですよね、はいはい、デフレ脳をちょっとかっこよく言うとですね、失望を小さくしたい、失望最小戦略を取ってるんです。失望をしたくない、はいはい、例えば結婚すると失敗するかもしれない、投資をすると失敗するかもしれない、英語を勉強しても挫折するかもしれないと、日本人は失敗が大嫌い、なので失望したくない。失望を最小にするためにはしなければいいんですよ、だから最近結婚する人が減ったとか、投資をする人が減ったとか、起業する人、まあ最近ちょっとだけ増えたんだけど、でも世界に比べても少ないっていうのは失望最小化戦略の人も、それを逆にしたいんです。希望を最大化するんだって生き方に変えると、希望を最大化戦略にするんだ、ポジティブな方のところにこう気持ちを変えていくということになったら、人生楽しいし、国も強くなるし、面白くなるんじゃないか、またそういう人じゃないとこれから10年間生き残ることができない社会ともなりそうだというところもあるので、まあ、今日はねそういう話をできたらいいかなと思います。そのために必要なその先の先を読む思考法ですし、はい、伸びる会社、伸びない会社の法則、儲かる人になる方法ということですね、そうですね、ありがとうございます、じゃあ早速この先の先を読む思考法ということですけれども、先の先ですけれども、期間的に言うと明日のことではない、明日のことはだいぶ目先すぎますよね、1年後とか2年後とか3年後ぐらいだと先ぐらいのかもしれないと、で先の先っていうのはイメージ的に言うと10年後ぐらいのことだと思います、なので10年後どういうふうに起きるのかということを想像して考えた方が、実は今後どうなるということについてよくわかるということではないかなと思います。でもその10年後をねどう見据えるかっていう、10年後は分からないですね、はいはい、私の考えでは、10年後を予測する方が、3年後を予測するよりもむしろ簡単なことを思ってるんです、そんなバカないやいやそんなことはないです、ね、例えば、10年後今よりもどうなってるかっていうところをこうバクッと考えることがすごく大事だと思います、じゃあ10年後自動操縦車というものは、少なくとも今よりはかなり進化していて、そしてひょっとしたらどこかの国で動いている可能性があるじゃないですか、で10年後ってことを考えると、この気候変動に対する対策をしなかったら、もっと暑くなっている可能性がありますよね、ありますね、そうすると今よりもまあ2度とか3度ぐらい高い社会が来ているかもしれないとか、今の人口減少社会が続くと、おそらく日本の人口が、まあ、1億1000万人から1億500万人ぐらいになってるかもしれない、まあ、10年後という面で見るとかなり確率が高い世界だと思います。すでに数字として出ていると。そうなんです。もう予測はある程度できているから、そうなんです。そこからまあざっくりイメージすることができるということですね。そうなんです、まあ、例えば今携帯は 5G で使われてますよね、
で10年に1回ぐらい変更しているので、はい、おそらく10年後だと 6G の世界になっていて、で今よりも通信速度が、まあ、30倍から100倍ぐらい速いものができていると、はい、そうするとスピードが速い世界の中でおそらく新しいサービスが出てくるというのはほぼ確実じゃないですか、うん、なので10年後の方が分かりやすいことがあって、はい、逆に3年後ぐらいだとそれがそこまでいってるかどうか、場合によってはコロナみたいなのが来ることによってそれで経済が大きく停滞したということがあったわけですけれども、うん、2、3年ぐらいのところだと実はそういうよく分からないイベントが出てくる可能性があります、はい、どこかで大地震が起きるとか、うん、またウクライナで戦争があったけれども、うん、どこか大きな戦争があるかもしれないというのは短期間ではあるので、うん、そういう影響は僕らなかなか読めない、うん、でも10年ぐらいの大きなところで見るといろんな変化はあるけれども、うん、今の社会の実情からするとこういうことは言えるだろうねという先が分かる、うん、はい、そこを待ちぶせた方が、うん、そのよくわからない数年後の未来を考えるよりは、うん、多分より正しい手を打てるんじゃないかっていうのが僕の言いたいことなんですよね。そうですよね、まあ、テクノロジーで考えても AI とかキーワードになってますけど、はい、まあ、数年後どのぐらい自分たちの生活をなんかアシストするか分かんないですけど、10年後だったら大幅にっていうふうに考えられたりもしますもんね。で、その時にとても大事なことは何かっていうのは、うん、じゃあ目の前のことを見ることが大事でないわけではなくて、うん、目の前のことをやっぱりじっと見ることがすごく大事で、うん、それは何でかというと目の前のことは分かることですね。今起きていることは分かることだから、はい、今起きていることをこう きっちり調べて、うん、この目の前でこの起きていることが将来的に組み合わせると10年後どういうことが起きるはずだ、うんうん、ということを予測するということがとても大事だと思います。だから例えば、はい、まさにチャット GPT の話が出たんですけど、はいはい、チャット GPT は去年まではもちろんあったんだけど、はい、3.5 から 4.0 が出てくることによって、はい、まあ、劇的に AI のスピードが速くなったということがありますよね、はい、うん、そうするとチャット GPT が出てきたことによって、はい、10年後の AI の進歩 の可能性というのが確率的に格段に上がったということがありますから、はい、まあ、10年後に AI 社会が今よりもかなりやってくるというところが、うん、チャット GPT の登場によって理解できた、はい、ということもあります。なのでやっぱり目の前に起きていることをしっかり見ていって、ははでその中で10年後どう起きるのか、うん、もしくは政府が例えば10年後20年後どういう計画を立てるんだ、まあ、2050年までに脱炭素社会を作るんだ、うん、で100兆円投資するんだということを言ってます、うん、でこれはそういうふうにするというふうに決めたので、うん、おそらく2050年という面で見ればこれから30年にかけて脱炭素社会に向かうということは先の先の先ぐらいになるとほぼ確定しているわけですよね。でそうするとそういう未来のために僕らはどうすべきなのかということを考える。でも多くの人はその今ある目の前のことにだけ振り回されるから将来起きる確実なことに備えないということによって右往左往しちゃうんですよ。それが僕らですね。なるほど。でもね、いやお話伺ってると分かるじゃないですか、はいはいはい、まあ、確かにそういうニュース、うん、目の前のニュース聞いて、うん、あ未来はこうなるのかなとか、うん、こういうふうに動いてるのかなっていうのは、うん、イメージはできるんですけど、はい、具体的にじゃあ今何をしたらいいのかとか、はい、何を見たらいいのかっていうのが分からないんですよね、はいはい、そういう時にトランプの神経衰弱の例えをするんですよね、はい、神経衰弱って皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、カードが場にこう裏にこうザラザラっと置いてあるわけですよね、はい、こうやってザラザラっと置いてある中で、はい、好きな2枚を取ってそれが同じ数字だったら、うん、場から引くことができるというそういうゲームだと思います、はい、で現実社会っていうのは、はい、こういう風だと思うんですね。僕ら見えないじゃないですか、うん、どういう企業が何をしてるかっていうのはこれ企業だとしてこれ企業とかもしくは世の中の事象だと考えるとこういう状態なわけなんですよ、はいはい、僕らちょっとだけいろいろ覗くことができますよね、はい、その社長さんに会うとか会社を調べるとかいうことによってでだんだんとこの絵札の状態を知ることができるわけです、まあ、例えば適当に開きますね、はい、こうあスペードの7があった、うん、で11のクローバー、はい、クローバー、まあ、それまたこう戻すわけですけど、はい、もちろんこの神経衰弱って記憶力のゲームでもあるわけですけど、はい、実際の世の中
だったら僕ら記録つけられますよね、はい、ここに7があって11があった一枚一枚こう開いていくことによって全体像が分かっていくわけじゃないですか、うん、でこれが僕らの調査であったり努力であったり物事を考えていくことなんです、はあはあ、でこれを一つ一つやっていくことによって全体像が分かり少しずつこうどうなっていくのかっていうのが分かる。そうですよね。でもただ一方で難しいのは、うんうん、実際の世の中難しいのはこのカードが揺れたり動いたり変わったりするっていうのはありますよね、はい、場所が変わったりする、うんそれは世の中動いてるから、はい、これは無理ゲーじゃないですかじゃあなので僕らは、はい、あの調査をよりしたり、はあ、あ動いたなってことを調べたりしながら世の中を判断していくんです、はあ、だからこれ私がやってる投資の仕事そのものなんですよ、うん、こういうことをあのしている、はい、世の中どうなるんだってことを考えたり、はい、今度個別の会社でこの会社はこうやって大きくなるんだろうとかいうことを想像したりするんです。例えば私が投資した中で成功した会社の一つでいうとドン・キホーテ、ドン・キホーテに投資をして、まあ、結果的に最初に投資してからまあ今で100倍ぐらいになっているんですけど、ドン・キホーテの最初の方にもう投資されてたんですか？ドン・キホーテが上場してきた時にですね、はい、ドンキホーテのバズってない時知ってんすか？ドンキホーテが20年前ドンキホーテが上場してきたんです、ね、でその時にはまだドンキホーテは10店舗くらいしかなかったんです。でかつバカにされてたんですよ、ドンキホーテバッタ屋とか言って、うん、そのドンキホーテが出てきた時に、うん、世の中の人は理解できなかったんですよ、うん、今はもうそれが魅力なんだけど、うん、ごちゃごちゃしていて、はあ、あの見にくい探しにくい、うん、大きくなることはないだろう、うん、みたいなふうに思われてたんだけれども、うん、私あのそのドン・キホーテという会社が上場してきた時に、はい、ドン・キホーテの歌舞伎町の24時間やってる店に行って、はい、でそれも夜の2時に行ったんです、はい、そうすると夜の2時に今まで僕会ったこともないような人たちがそこでいっぱい買い物をしていてですね、そうですよね、うん、ちょっとこう怖そうな人とかたくさん行ったりしたんだけども、でも意外となんかその高校生の女の子とかが2時にいたりしてグループで遊びに行ったりしてるんですよ。まあ、今はもうそういうドンキにあの深夜遊びに行くみたいなのは当たり前になったんだけれども、でもその時にあ世の中変わるんだろうなと、この買い物というのは完全にこうレジャーになっていって、うん、かつドン・キホーテというのは多分小さいレジャーランドになっていき、うん、それでこうお友達であったりこう時間つぶし暇つぶしに行くような、うん、そういうものになっていくんだっていうところをその想像したんです。マジっすか？そうなんです。だから結果的にもちろんそれは外れることもあるし、うん、当たることもあるんだけれども、うん、そういう未来を想像してそうなったら結果的にその会社はそうやって大きくなる。で今実はドン・キホーテという会社は日本の消費産業、まあ、そういう流通業の中でもそのトップクラスの会社になって、まあ、実は日本の代表する大企業になっていったということになるんですね。なのでこれは本当にまだ何も見えない未来の中を、まあ、実際に会社訪問したみたいなところのいくつかのことをこうやって開けながら、うん、この形を見ながら多分こうなるんだろうということを考えて、それであの投資をしたってことになるわけなんです。じゃあそれはもう目で見て肌で感じたことで予測できたっていうことだと思うんですけど。そうなんですね。だから実際にとても大事なことは現場に行く、それからアンテナを立てて、で未来を予測する、それからあと今の自分ではなくて10年後の未来の自分、うん、10年後の未来の人たちがどういうことを喜ぶのかなということを考える。でもそのことはドン・キホーテっていう会社は10年前にもあったわけです、うん、20年前にもあったわけです、はい、でそれが今20年経って巨大企業になってるわけなんで、はい、未来に起きることっていうのは実は今のところにちょっとずつもはやあったり、その兆候が見えたりするんですよね、うん、だから現在の未来の中に将来起きるかもしれないということを探していくということはすごいまた楽しいことなんですよ。それが目論見通りになったらお金持ちにもなるけど、でもガッツポーズじゃないですか、あ俺ドン・キホーテ成長すること見つけたんだぜみたいなね。
それってでもあの株価とか見ないんですか？株価はもちろん大事だけど、はい、でもちっちゃい会社が巨大になれば、はい、もう株価なんてあの関係ないんですよね。その時の株価ってどうね、多少高くてもその業績が100倍とか200倍とかだったら、うんうん、株価は当然何十倍にもなるわけなんです、はい、というのはこれすごく大事なことなんですけど、こう株ってよく分かんないんですよね、うんはい、実は株式市場っていうのはこう株価っていうのがあってですね、うん、株価ってよく分かんないのは、うん、毎日上がって下がってしてますよね、はい、毎日上がったり下がったりしてるからそれが不安むしろかきたてるわけですよ、はいはいはい、安定してないように見える、はい、ところが株式市場っていうのはなんか明確な計算式があって、うんうん、これあの EPS という言葉があります。でこれは一株当たり利益っていうことなんですけど、これは利益を表します。今度掛け算で PER というのがあるんですね、うん、これは株価収益率という専門用語があります。で、全ての実は上場している会社にこの数字があるんです。 EPS も PR もあるんです、うん、で、これ掛け算だから分かりやすいんですけど、これ利益ですね。利益を代表しています。で、この株価収益率っていうのは人気を表しています。ほうほうほう、はいはいはい、で、直感的に分かると思うんですけど、株価が上がるのは、うん、利益が上がると株価が上がるっていうのは皆さん聞いてますよね、はい、儲かったら上がる、うん、それはこの掛け算だからですよね、うん、利益の掛け算があるから、うん、利益が上がればこの EPS が上がれば株価が上がるんです、うん、で PR っていうのは人気を表す数字で、うん、人気が上がったら株が上がるんです、うんうん、だから株価というのは利益が上がり株価が上がればもっと上がるわけですね、うん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 、なので僕は何をしてるかというと、毎日利益が10年と、まあ、長期的に上がる会社を探す、うんうん、あともう一つは今よりも人気が出る会社を探すということです。で、ドン・キホーテが上場してきた時にはこれがまだちっちゃかったんです、うん、まだ10店舗くらいしかなかったから利益がちっちゃかった、うん、で、かつ多くの人はバッタ屋でしょって言って偏見があったんです、うんうん、その偏見がいや立派な会社だよね、みんなが行くものだよね、すごい会社だよね、となると人気が上がるんです。うーん、これを発見することができるかというのがとても大事なんですよね。そこの嗅覚はすごいですよね。でもそうなんです。でもこれは、はい、ドン・キホーテって誰でも見に行くことができるじゃないですか、はい、で行ってで この店当たるかな当たらないかなということを考える。なんか僕が例えばそこに行ったとしたら、はい、陳列が乱雑だなとか、そう、客層があまり良くないな、うん、そう、ここは伸びないだろうと思っちゃいそうなんですけど、はいはい、だからでもそれも一つの正解じゃないですか、はあ、あのそれは消費者としてと思った、はあはあ、ということなので、はあはあ、でも上がったりしたら修正できますよね、はあはあ、あドン・キホーテ上がったらなんでだろう、はあはあ、とかいうところを修正すると、あ、実は乱雑なのも戦略なんだとか気がつくわけなんで、こうすると自分の見方が変わってきますよね。だからちょっとここにつながるんだけど、儲かる人になるわけです。要は自分が体験し見て予測し行動しっていうことを、実はこれは難しい投資理論とか本を見なくてもですね、あのお店に行けば分かる。で、いろんな場所に行って見てみる。でそれで予測する、これはいけるいけないってことを考える。でそれを後で実際に株価とか業績で答え合わせができちゃうわけですよ、うんうん、こうするとあ、ダメだと思ったのに良くなったって言ったら、どこが自分の予測と違ったんだろうってことを考えると修正して、それで物事がよく分かるようになりますよね。で僕も最初からドン・キホーテ見てこれは儲かる会社だっていうふうに思ったわけではなくて、私が30年ぐらい前から、はい、あの大学を卒業して、はい、それでいろんな会社行って、はい、いろんな話を聞いて、はい、たくさん失敗して、はい、それをこう積み重ねることによってだんだん自分の感覚を磨いて、はい、そしてこの儲かる人になっていたということなんです。じゃあたくさんの失敗は決して無駄ではなかったということですよね。いやそうなんです。すごい大事なのは勝つか負けるかじゃないです、うん、勝つか
学ぶかなんです。あ、これはでかい名言。学びまくりじゃないですか。学びまくってますからね。そうそう、だからやっぱり失敗経験が学びの経験なり、うん、学びの経験が儲かる人になっていくんで、やっぱりこれデフレ脳の人はね、うん、何もしないわけです。何もしないと学ばないんです。だって失敗しないっていう、何もしなかったら失敗しないから、はい、はいはい、実はですね、最近学んだことがありまして、うん、例えばですね、この法則で言うと、はい、今、まあ、すでに人気だけど、はい、10年後もっと人気であろうと思った会社がありまして、うん、はい、最近そこに投資したんですね、はいはい、結構お金入れました、はい、個別株やるなって言われても買っちゃいました、はいはい、また、はい、入れるね、はい、テスラなんですけどテスラ、はい、私はでもこれ理由がありまして、はい、今すごいピンときたんですね、はい、なぜなら私が海外行った時に、うん、今まで一度もテスラ車に乗ったことがなかったんですが、はい、テスラ車のその内装やこうアップデートされていく、うん、そのシステムそのものに感銘を受けたんですね、うん、あ、これは10年後きっともっと流通して、うん、その自動運転も進むかもしれないから、うん、テスラがやっぱり、まあ、イーロン・マスクの魅力もありますけど、これ席巻するんじゃないかというこの肌感覚ですね、うん、っていうものがあったので、これ利益ももっと伸びるんじゃないかで、 PR ももう今すごい高いですけども、はい、まあ、ずっとそれ維持するんじゃないかっていう、この考え方はどうでしょうか。10年という面で見ると正しいかもしれませんね、はいはい、ところがその株価が高い会社っていうのは、これが高いとこれが、利益が上がってもこれが高いとこれが下がる可能性がありますよね、はい、で今回それが起きたわけですよ、はい、なので短期的に言うと PR の高い会社っていうのは長期でこれがまたどんどん上がればいいんだけど、はい、短期的に見ると失敗する可能性がある。でも大事なことは何かっていうと、はい、見方 でその時にいや自分は10年後にいけるんだと思って投資をしてたら、はいはい、別に多少下がっても10年後大きく上がるんだったら、はい、全然回収できるわけ。できると信じてますね。なので実は失敗っていうのは、はい、時間軸によって変わってくるんですよ。短い時間軸の中で成功する失敗するってことをしたら、はいはい、実は運で、利益っていうのはちょっとしか上がるのは1日2日もしくは1ヶ月3ヶ月では分かんない、うん、でも株式市場の恐ろしいところでもあるし面白いところはこれがビュンビュン動くんですよ、うん、人気っていうのは、はい、なので短期的にその株が上がる下がるっていうのはこれに依存するんですね、うん、これが上がるか下がるか、はい、で短期的でも損したくない、はい、長期でもめちゃくちゃ儲けたい、うん、これいいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか、はい、これをするためにはこれ僕いつも考えてるんですけど、これがちっちゃいのを狙うんですよ。え？ PR が低い最初にまた学んでるやん。例えば、ね、PR っていうのはだいたい今日本の平均が 15です、ね、15、6、あ、よくしてますね、はい、素晴らしい、15、16学んでるんですよ、すごい、はい、これ以下とか平均以下じゃないですか、はい、日本は結構実は10倍以下って結構たくさんあるんですよ、はい、で何倍にもなる会社っていうのはこれがちっちゃいけどバーンと上がったら二重に儲かっていくことになるので、そうすると PR が10倍、これ10、これ倍って言うんですね、はい、10倍よりも低い会社を狙うと短期的にも損しにくくて、うん、で長期的に見るとドーンと上がる可能性がある。あ、そうなんだ。じゃあ PR の一つの考え方はそこなんですね。そう、ただこれが必ずしも簡単でないのは、はい、PR が低いっていうのは、うん、多くの人が成長しないと信じきってる、うん、そうですよね。だからテスラっていうのは絶対成長するって信じきってるから、うん、はい、PR が高いんです、はい、だからさっきのドン・キホーテの例なんかいい例なんだけど、ドン・キホーテはみんなが成長しないと信じた、うん、だから PR が低かったんですよ、はい、だから そこを出し抜けたらめちゃくちゃ面白い、うん、同じように言うと100円ショップの、はい、会社のセリアっていう会社があって、はい、これも2009年ぐらいから、はい、100倍ぐらいになっていく会社なんですね、うん、はい、多くの人は安いものを売っているとか、うん、高級なものを売っているわけではないっていうものをちょっとバカにする傾向があるんですよ。でもそういう会社が世の中にこの広く浸透するとこれが上がっていく、うん、でもちろん利益は爆増するってことになるので、うん、これとこれが両方とも上がるとドーンと上がるんですよね。だからもちろん
この投資ってこれだけ見てるわけじゃないんだけれども、でもこの PR っていうこの数字はすごく大事で、PR が高い会社っていうのは、まあだからテスラなんかそうだけれども、短期的に下がる可能性を秘めている。でもあの10年でこれがあのめちゃくちゃ上がれば、短期的にあの変化しても大丈夫だ、なので PR の高い銘柄を買うときは腹を決めることが大事で、もう下がるのはしょうがない、どっかで下がることはある、でも10年経ったらめちゃくちゃ成功するんだから持ち続けるぞみたいなのが大事で、なんか長期的に成功するぞってこれ一番最悪なのよくあるんだけど、よしテスラ行くぞって言ってテスラ投資して、あのなんか3割ぐらい下がったら春闘になってそこで売っちゃうみたいな、そうするとあの本当にただ失敗するだけってことになって、で投資の世界で失敗しがちな人はそれなんですよ。うーん、失敗したくないねでも あのある種今回だからその腹をくくって買ったっていうところはあるんです、その短期的に落ちたとしてもですね、仮に今の株価よりも半減したとしても、もっとその先もう5年先、じゃあ戻ってくるだろう、増えるだろうっていうことを信じたっていうところがありますね。だってそれは大事だと思いますね。わかります。それは長期的な考え方ということですよね。で株式市場で儲ける絶対的な方法があるんですよ。え？絶対的な方法。そんなわけないでしょ。よくね、絶対って言葉は絶対ないから信じないでください。そうです。いうのは、これは多分ここに来られた方もそう言ってるんじゃないかなと思うんですけど、一つだけ絶対な方法があるんです。これ言うといつも怒られるんですけど、安く買って高く売ればいいんです。いやそれやりたいんですよ。やりたいんですね。それやりたいから株買ってるんですけど、ね。ここで買ってここで売ったら誰でも儲けるんですよね。いやわかりますよ。でこれは絶対に儲かります。小学生でもわかります。わかりますね。わかりますね。じゃあなんでこれができないかって。安い時っていうのはみんな悪く言ってる時なんですよ。日本株ダメとかね、株はダメとか、なんとかドン・キホーテはダメとか言ってる時、でこういう時っていうのはみんな褒めてる時なんですよ。あのテスラすごいとか、なんとかすごいみたいなね、いう時に、だからこの時にどうやって買うかなんですよ。でも安い時に買うの難しいんです。確かに難しい。例えばフェイスブックのメタとか言っても、メタものすごい株価が低かったんです最近まで。それは何でかっていうと、もうフェイスブックはおじさんの媒体でもうダメだとか、フェイスブックはもうオワコンだとか、ザッカーバーグがオワコンだっていうのがメディアでいっぱい並んだんです、だからこういう投資するのはバカだぜ、株価安かったんです。でも今すごい上がってるんですよ。やっぱりなんか新世代で伸びたところにスレッズが出てきてまた良くなったとかいうことがあって、今株が上がったんですね。なのでこれ投資がすごく難しい理由というのは何かっていうと、あの僕らが普段学校の先生から言われてきたことの逆をやんなきゃいけないんです。お逆多くの人の言うことを聞きなさい、でちゃんとみんなの話を聞いて、できれば多数決で、あのやってくださいっていうけど、投資はそれが全く向かないんです。みんなが反対してる時に買う、みんなが賛成してる時に売るってことができないと投資で儲けられないんです。だから日本は投資嫌うんですね。そうなんです。だからイーロン・マスクとか、あの人すごいお金持ちじゃないですか、多分世界で 1,2 のお金持ちでしょ、あの人人の言うこと聞かないじゃん全然。ああいう人は投資向き、ビジネスです、成功しやすい人なんです。そうなんだ。なので私もそうですよ。逆は得意ですから確かに、今のところ逆ですけどね。今のところ逆言ってますからずっと、いいですね、でもあの生き方の間違いでるだけで人気ある時ダメでしょ。そうですよね、高値掴みしかしてないっていうことなんですけどでも10年後は分かる。だからこれは単力です、単力。じゃあこの PR が10以下の企業を見つけて、そこからどうするんですか。そのだから10倍以下の銘柄群があったとしたら、やっぱり行くんですよ。それでカードをめくりに行くんですよ。だからどれだけカードをめくるかなんです。でカードをめくっていくと、これ楽しいのは、あのこの全てネタなんですよ。新しい情報とかって全ていろんなもののネタになるじゃないですか。だから私いつも投資で成功するたびに一番いい場所の一つは有楽町の前にビッグカメラじゃないですか、
例えばあれを地下から上までフラフラっと回ることですね。日本の人って9割ぐらい株やらない人だから、巷の中の情報の中に儲け話がいっぱいあるんですよ。本屋さんに行けばいいです。本屋さん。株式市場っていうのは自分の評価じゃなくて世の中の人の評価がこれを作るわけです。まあ、今 X ですかね、ここをめちゃくちゃフォローすることなんです。フォロー、こういう会社に投資したらダメだっていうのがあるんですけれども、社長に自伝を渡されたら儲からない。あのピボットの入り口に佐々木さんの本があるんですか？マネースキルセットをご覧の皆様、ご視聴いただきありがとうございます。このコンテンツでは株、住宅、保険などあらゆる金融のプロフェッショナルから資産運用に必要なスキルセットを学んでいきます。我々だけでなく見ている皆様とも一緒に学んでいきたいので、こんなことを学びたい、こんなゲストを呼んでほしいなどなど、そういった声もですね、ぜひコメント欄に投稿しちゃってください、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろたのです。